とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この装備を使って、ボスラッシュ、やっていきましょう。これだね、最近よく使ってる、痛み付きの怒り、そして、無謀ですね。では、どんくらいでいけるのか、挑戦してみましょう。それでは行きましょう。ちょっと待って、変更ついてるやん。変更霊気とかいきなり変なのついてるし、ちょっと待って。オッケー、はい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 、次だよ。次行きましょう。防護ね。はいはい、分かったよ。よし、オッケー。とりあえずポーションバリアはしっかりと張っていこうね。ポーションバリア張っていかないと死んでしまうので。はい、終わりで、矢もある程度は持っとかないとね。はい、おしまい。いい感じ。ちょっと待って、これでやっちゃいましょう。どこいる、どこいる、いたいたいた。はい、終わり。おお、お前らまだいるんかい。ちょっと待って待って、これやばいぞ。よし、はい、オッケー。ああもうもう、オッケー。はい。よし。で、次。ちょっとアイテム取るときに無防備になるのがちょっときついな。はい、オッケー。あいつは死ぬでしょうね。よし。オッケー。これいつももう終わる。ちょっと痛みサイクルをいい感じに貯めときましょう。はい。ここちょっと。これじゃないと無理か。はい。あ、動けない、動けない、マジでマジで動けないじゃん。やばい。あ、倒した倒したけど動けないって。オッケー、いいよいいよ。あと2体いきましょう。どこだどこだ、ちょっと待て。よし、はい、終わり。あーっと、危ないよこれね。見えなくなるからね。うまいこと逃げて。よし、あー危ない。おお、減るね減るね。よし、では最後、最後はムーシュルームモンスターズいきまーす。はい、よし、はい、痛み、痛みがつけばね、もうワンパンでいけるんでね。あ、毒ダメージと合わせてからね。あぶねえ。よし、 OK。 こいつに行きましょう。あ、いったったった、いった、やばい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 と思った。これのね、無謀のね、弱点がね、これなのよね。ボス戦の時にポーションバリアが切れた時にもう完璧に終わっちゃうっていうところ、ここがきついね。はい、ということで今日は痛み怒りプラス無謀でボスラッシュやってみました。強いけどもボスにはちょっと難しいかな。ボスはね、やっぱ攻撃力大事なのよ。攻撃力は大事だけども、それ以上に耐久力もね、必要になってくるんで、無謀はちょっと、難しいかな。道中使うとね、相当強くいけるんだけども、ボス戦ではちょっと、きついかもしれません。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。